こんにちは、小野です。今日はコンサルタントの選び方というテーマで、今のてるさんと対談を取っていきたいと思います。てるさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。てるです。はい。ということで、はい、てるさんのこと知らない人もいるんで、最初にちょっと自己紹介がてらなんかお話しした方がいいですかね。そうですね。僕は2014年から始めていて、はい、でそれから半年で月収50万で、はい、最高月収が200万ちょっとかな上行ったんですけど、うん、それからコンサルタントだったり、今もコミュニティですかね、はい、だったりとかいろいろやらせていただいております。そんなてるさんとは僕2015年ぐらいからの付き合いですね。そうですね。僕が今始めたのは2014年の1年後ですね。はい、はい、その時1回セミナーに参加してくれて、そうですね、コミュニティにも何年間かちょっといてくれてっていうで、なんやかんやで8年ですねの付き合いですね。そう考えるとそうですね、そう考えると8年ですね。はい、っていう感じのつながりがあるんですけど、はい、そんなてるさんと今回は、コンサルタントの選び方っていうテーマですね。なぜ、今回この音声の収録をしようと思ったのかっていうと、なんかてるさんの方に、そうですね、僕、ブログとかですね、あと YouTube もやってるんですけど、あと Twitter の方もやらさせていただいていて、でそこで、DM とかメールとかですね、結構いただくんですけれども、その中で最近めちゃくちゃ多いのが、別の方のコンサルを受けたけど全く稼げませんっていうお問い合わせが、多いんですよ。で12月だけで、13件僕のところに、そのコンサル受けたけど稼げませんっていうお問い合わせだけで13件です。で、今日、1月15日に収録してるじゃないですか。で今月入って3人の方がすでにそういうお問い合わせが来ていて、最近特にそのお問い合わせが多いです。昔だったら例えば独学でやっていて稼げませんっていうお問い合わせはずっとあるんですけど、コンサル受けたけどそれでも稼げませんっていうお問い合わせはなかったっていう方はちょっとあれなんですけど、以前はそこまで多くなかったんですけど、最近めちゃくちゃ多いなっていうところで、ちょっとあれと思ってって思ってたっていうところですね。そうですね、僕の方にもやっぱりちょこちょこそういった相談は来るので、そのコンサルを受けたけど稼げないっていう、その表現をしている時点で、そのやっぱり前のそのコンサルタントの方にちょっと不信感を持ってしまっている。っていう感じなのかなと思いますよね。そうですね、詳細はちょっとここでは伏せさせていただくんですけれども、実際のところ、そうなのかなっていうような問い合わせですよね。っていうなのがやっぱりちょっと多いから、これからもしですね、どなたかのコンサルを受けようとか、検討しているのであれば、その選び方とかについて、ちょっと参考にしていただければなと思っていますね。そもそも教わったのに、稼げないというか、教える側の力量についてですよね。そうですね。まず稼がせるつもりがないなって思った人も、お話を聞いていて、正直そういう人もいました。稼がせる。そう。これも稼がせる。そのコンサルなのに、僕のコンサルだったら、もうZoomで実際にお話しして、しっかり落とし込んでいくんですけど、その人の課題を軸に進めていくんですよ、マンツーマンで。でもそもそもコンサルなのに、LINE でしか教えないとか、LINE でしか教えない、はい、そうそう、要は文字ベースですよね。 LINE とかそのチャットワークの文字でしか教えないとかですね、うん、っていうのもあるっていう話もありましたし、はい、そうではやっぱりその、うん、まあ僕コンサルタント側からの意見として、まあ、その厳しい言い方になっちゃうんですけど、それってコンサルなのかなってちょっとハテナがついちゃったんですよ。うん、まあ、しかも結構高額なわけですよね、それで。そうですよね。うん、どうですかね、その LINE とかその文字ベースだけのサポートで僕はコンサルとはちょっと厳しいのかなと思ったんですけど。いや、そうですよね。なんか実際にやっぱお話ししたりとか、はい、あとまあ画面共有とかしながらお伝えしないとわからないこととかわかりにくいことってあると思うんですよね。はい、そうですね。うん、まあテキストベースしかやらないのは、まあ多分、勝手な想像かもしれないんですけど、直接質問されたらなんか答えれないからとか、なんか困るのかなと思ったんですよね。ああ、そうですね。その抽象的な答えしか返ってきませんとかっていう、はい、そういう回答もまあいただいてたので、まあ、実際そういうところももしかしたらあるのかもしれないです。うん、だから聞かれたら答えることができない、まあ、力量がないとかっていうところにもなってくるんですかね。そうですね、うんうん、やっぱりその本当に稼がせようって思ってたら、はい、そういったコンサルにはならないのかなって僕は思うので、うん、そうだから結構やっぱり初心者の人を稼がせるっていうのは、はい、結構難しくて、僕もコンサルタントを、はい、それこそもう8年やってるんで、はい、8年って結構長いですよね。長いですね。8年やっていて本当に何百人っていう人を教えてきたんですけど、はい、本当に初心者の人を稼がせるようにしてあげるっていうのをめちゃくちゃ難しいですよね。うん、そうですよね。うん、それをやっぱその文字ベースでしか教えないっていうのは、うん、まあ、正直その稼がせる気がないのかなって思われてもしょうがないのかなとは思います。うん、まあそうですよね。うん、そう、あと、うん、うん、まあそうですね。うん、だから稼がせる気がない。相手の立場に立てないのかなっていうのはありますね。ああ、そうです。なんか多分その人自身は何かしらこうテキストベースでもしかしたら自分で結果出したかもしれないんですけど、なんかこう、はい、ブログの情報を読んだとか。はい、マニュアル読んだ、まあ、けどテキストベースだと結果出せない人とかもいるじゃないですか。やっぱ、はい、インプットの仕方得意不得意あると思うんですけど、はい、まあ、そういった感じで、まあ、相手の視点に立てないのかなっていうふうに感じちゃうところもありますよね。そうですね。うん、うん、であとは、やっぱりそういうやっぱそのコンサルタント自身もというか、はい、うん、にとってもあんまり良くないことだと思うんですよ。はい、お互いにとって良くないというか、そうですよね。そう、コンサルタントの方ははい、全然稼げなかったっていう、うん、いうふうにやっぱりその噂ってすぐ広まっちゃうので、はい、あの人のコンサル受けたけど稼げませんでしたみたいなことを言われちゃうと、うん、やっぱりその、はい、ね、コンサルタントとしての信用がどんどん失われていきますし、はい、うん、逆にコンサル受けた人もお金払って稼げないっていう、時間と労力とお金を無駄にするっていう、はい、両方にとってすごく良くないことが今すごく起きちゃってるのかなって思ってますね。うん、そうですね。まあそれ考えると、はい、消えた人も多いですよね。あ、そうですね。多いみたいですね。はい、ツイッターとか見てると、まあ、めっちゃ一時期増えてた気がするんですけど、なんかそのよくわからない人って言ったらあれですけど、よく知らない人、顔も出してないしみたいな、はい、発信者結構増えてるなーっていう印象だったんですけど、はい、なんか気づいたら消えてますよね。そうですね。僕が去年、はい、正確には数えてないんですけど、はい、70人ぐらいは僕コンサルやってます、私コンサルやってますっていう人がいたので、はい、それからすると最近は減ってはいるんですかね。減ってますね。まあ一時期その、ツイッターでなんかブレインっていう教材販売するの流行ってたじゃないですか。まあそのはい、別にブレインで教材出すのが悪いって言ってる意味じゃなくて、はい、で、そういったコンテンツを出して稼い、教材売って稼いで、でコンサル取って稼ごうぜみたいな感じのなんかノウハウが出てたんですよね。2021年。ああ、そんなのがあったんですか。そうですね。多分それが流行った原因で、まあだから、あんまり稼がせる気がないとか、まあ、実力がないのに、はい、まあ、表面だけのだから実力で始めちゃった人も多いんじゃないのかなっていう、はい、なるほど気がしますね。僕は、はい、1500時間まではチュートリアルだと思ってるんですよ。チュートリアル、はい、はい、なので、1500時間未満の人はまだまだ多分そのバイマ自体を、はい、極めてないというか、はい、でも稼げるようには本人はなるんだけど、はい、教えれるレベルには多分その経験してないトラブルとか、経験してない、買い付け方法とか、自分の知らないマインドとか、はい、知らないこととか、そういうなんかこう総合的に教えるレベルには、はい、は達してないと思うので、そういうなんかこう稼げるようになったから人も稼がせれるっていうのはイコールズではないと僕は思ってるので、まあ、その辺の人たちが増えちゃったのかなっていうところもあります。そうですね。またまあ教えるって別の力も使いますしね。そうですね、うん、あとは、はい、結構これもあったんですけど、はい、コンサルタントの、はい、要はそのコンサル生の人数ですよね、はい、そのはい、同時進行で教えてる、はい、そのマンツーマンの人数が、はい、30人ですみたいなマンツーマンコンサル同時に30人とか僕は絶対無理なんで、どうやって教えてんだろうって思ってますね。寝る暇ないんじゃないですかね本当にそうですね。僕も同時にマンツーマンのコンサルは、はい、僕は 5人までって決めてるので、はい、それ以上は僕キャパがいっぱいで教えれないんですけど、うん、それ逆にそのなんかこう10人とか15人とか20人、30人教えてる人って、うん、やっぱりその分自分のね、教える時間とかが分散されちゃうので、うんうん、それも原因なのかなって思う。30ってやばいなって今そうそうそう、やばいので、うん、だからそれも原因なのかなって。キャパ超えちゃってますよね。そうね、キャパが超えた分、はい、どうやってカバーしてるかっていうと、はい、マニュアルを渡して終わりみたいな、はい、そう、うん、で分からないことがあって聞いてもマニュアルに書いてるんで見てくださいみたいな、まあ、そういう対応になっちゃうのはそれが原因なのかなって思ってます。はい、うん、まあ、結局ノウハウだけを教えるのがコンサルではないですからね。はい、そうなんですよ、はい、ノウハウだけではダメなんですよね、コンサル。うん、うん、まあ、結局ね、まあ、コミュニケーションを取りながら、はい、ノウハウを生かすためのマインド的な部分ですよね。そうですね、マインドも大事ですし、はい、あとはやっぱりその人の性格とか性格、はい、そう、コンサル生の性格ですよね。例えばそう、コンサル生の性格、まあ、これ結構大事だと思っていて、はい、例えばなんだろう、コミュニケーションが苦手な人ってやっぱりいるじゃないですか。はい、うん、苦手な人にガンガン外注化しましょうっていうのは多分、最初結構きついと思うんですよ。まあそうですね。そう、だからその人のこの人はどういう性格だからどういうアプローチで教えていった方が結果出やすいだろうなとかっていうヒアリングをやっぱ日々行っていって、はい、やらないと僕はダメだと思ってるので、その辺を全然できてない人かなと思いました、ね。はい、お話を聞いてる限りだと本当にノウハウを教えて終わりみたいな感じになっちゃってると思います。そうですよね。そう、まあ、だから、まあ、もしこれを聞いてるコンサルタントとかがもしいらっしゃるんだって、うん、あ、そうなんだと思ったらぜひ改善してもらいたいなと思うんですけど、はいはい、まあ、結局その、ね、はい、ノウハウを生かすための、まあ、今そのマインドの刷り込みも必要ですし、はい、あとその体制ですよね。あ、そうですね、はい、サポートをする体制、本人が、活動しやすくなる体制、はい、やっぱ人によってはこう初めてのことをするのに対してすごくマインドブロックがかかっているとかってやっぱあるじゃないですか、うん、そうですね。そこをやっぱ外してあげる体制ですね、うん、まあ、自分のそのコミュニケーションの取り方、接し方も大事ですし、はい、そういったところもやっぱ考えていかなきゃいけないですよね。ああ、そうですね、うん、で、ちょっと今思い出したというか、はい、一昨日お話しした方がいるんですけど、はいはい、その人2年間コンサル受けていて、はい、長いですね。そう、長いですよね、はい、2年間コンサル受けていて、はい、月収5万円もいってない人だったんです、はい、お話聞いてたら教えてる人は、はいはい、バイマーをやったことない人だったんですよっていう人も。どういうことなんですかそれはいや、はい、なんかバイマをやったことないらしくて、はい、って言って、はい、コンサル担当の先生がって言われてたんで、はい、はい、でその人はとにかくはい、出品しましょうみたいなことしか言われなくてみたいな感じで言ってたんで、はい、ついにバイマをやったことない人もコンサルやる時代が来たのかと思って、ついにが分かんないですけど、でもそれ堂々と明かしてるって思う人もって言ってたらしいですね、はい、僕はバイマやったことありませんみたいな感じで なんでその人からやったことないのか、そのバイマを今はやってないのか、僕のちょっと聞き間違いだったかもしれないですけど、今はやってないとかそういう意味だったのかもしれないですけど、さすがにやってないはやばいの で、いや、なんか車運転したことない人に車の運転を教わるの怖いですよね。そうですね事故るしかなんかもない。そうで、やっぱりその稼いでなかったので、うん、だからちょっとコンサルタント選びっていうところは、はい、慎重にじゃないけど、うん、やった方がいいかなと思う。そのもちろんその稼がせる力量がある人っていうのはいると思うんですよ。いるけど、でも自分には合わないなっていう人もいると思うんですよ。そういう人は当然やった方がいいかなとは思いますし、はい、うん、そのちゃんとお話、うん、まあでもそうお話して、まずはその自分と合うかどうかっていうのは、はい、見極めた方がいいかもしれないですね。うん、はい。まあ、それでなんかまあ違うかなと思ったら、ね、無理して受けなくてもいいと思いますし。そうですね、うん、はい、そうで、あとまあコンサルタント側の話ばっかりなんですけど、はい、でもまあ、うん、もちろんコンサル受ける人も、まあ、その、はい、やっぱりそれなりのやっぱりその覚悟と、うん、やっぱりその行動をしていかないと稼げないので、はい、まあ、まあ、両方ですよね、うん、はい、両方かなと思いますね、うん、まあなんかやっぱりふんぞり返って稼がせてくれるんだろうっていうような、なんかその心構えでやってても、ね、結局じゃあ教えてもらったことを、どうやって生かすのかっていう姿勢も必要になってくると思う、はい、そうですね、うん、なのでもちろんそのコンサル期間中に極端な話1個も出品しませんでしたってなると、まあ、当然稼げないから、はい、うん、やっぱり行動するのは本人なので、うんうん、ただね、まあ、僕は思うんですけど、はい、高いお金払ってるのに行動しない人ってあんまりいないのかなと。まあ覚悟が決まりますからね、うん、そうですね、うん、はい、だからそのまあ、ライズアップじゃないですけど、ライズアップ、はい、まあ、その高いお金払って、はい、そのまあまあ、コンサル受けるので、はい、まあ、当然まあやるとは思うんですけど、はい、うん、なので、まあ、そのやらないと稼げないっていうところはあるので、はい、うん、そうですね。あとはそのやっぱりその稼げない理由として、はい、そのビジネスって努力って報われないって僕思っていて、うん、努力は報われないものなんですよ。僕もはい、報われないって言い方はあれなんですけど、本当に極端なんですけど、うん、はい、正しい方法で努力しないと報われないっていう、うん、結構残酷なんですけど、だからその、まあ、それはありますね。間違った方法で努力しても絶対に結果って出ないので、うん、そうだから正しい方法、正しいノウハウ、正しい方法とか、その正しいマインド、はい、うん、正しい仕組みみたいな、はい、全部が正しくないと稼げないから、それをしっかり教えてくれる人じゃないと、うん、そうですね、うん、売れない方向性にいくら努力しても売れないと思いますし、売れない商品をいくら出品しても、頑張って出品してもやっぱ売れないっていう感じなのと、まあちょっと近いですよね。そうですね、うん、あとやっぱりその、はい、力量の話に戻ると、はい、その一つの仕入れ方法しか教えれないっていうような、うん、やっぱり小野さんと話した時もあれですけど、はい、一つの仕入れ方法っていうよりは、はい、2つ3つとか、そのなんかこう混ぜてやっていかないと、これから先は結構厳しいのかなと思ってるんですけど。そうですよね、まあ、はい、バイマーもその、まあ、参入者が、まあ、市場が拡大してるとは言いつつも参入者が増えてるっていうのもやっぱあるんで、はい、一つの市場だけだと、まあ、一つのところでパイを取り合うみたいな、はい、感じになっちゃいますし、はい、うん、まあ、やっぱり、まあ、ちょっと、まあ、バイマーやってる人は分かると思うんですけど、例えば、ね、直営店でなかったものがセレクトショップに在庫があったりとか、まあ、そういったこともあるんで、はい、そうですね、うん、一つの仕入れに一つの方法に依存しない方がいいっていうのはありますね。そうだからやっぱりその仕入れ方法を一つしか教えれない、もう、はい、もう決まっこの仕入れ方法でやっていきますみたいな、はい、そのよりもなんかこう、うん、いろんな仕入れ方法をその人に合ったやり方にカスタマイズして教えれる人がいいのかなと思いますね。はい、うん、まあ、頭打ちになりますからね、この方法だけみたいな感じだと。そうですね、はい、うん、なので、はい、この辺かなと思います。はい、はい、ということで今日はてるさんとコンサルタントの選び方というテーマでお話ししました。はい、まあ、すでに、まあ、コンサル受講している方もいるかもしれないんですけど、まあ、これから誰かから学ぼうかなとか、まあ、そういったことを考えている人はぜひ参考にしていただけたらと思っています。はい、それではてるさんありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。はい、失礼します。はい、失礼します。はい。「できそうもない」